という一連の流れを受けてビデオメッセージを実施することになったと説明しています。その宮内庁の西村長官は定例の記者会見で婚約が内定している秋篠宮ご夫妻の長女の眞子さんと小室圭さんの結婚をめぐり週刊誌などで批判的な報道があることについて